ペペのご飯のレシピを変えてみるか。そうすれば毛が抜けなくなるかもしれない。先日パム様と話していた時にペペの食事の改善点を思いついてな。味は保証できないが、もっと健康にいいものだ。実は列車にペットはいないのに。その毛がだからパム様にも似たようなことが起きてるんじゃないかと聞いてみたんだ。その時にペペの話を聞いたパム様が熱心に独自のレシピをシェアしてくれてな、少しは問題が解決するんじゃないかと。帰ったらペペに食べさせてみよう。好き嫌いをしないといいんだが。